エクストラオーディナリーマシーンは、アメリカ合衆国のシンガーソングライター、フィオナ・アップルが2005年に発表した3作目のスタジオアルバム。真実以来6年振りの新作である。アップルはしばらく音楽活動を休止していたが、2002年に友人のプロデューサー、ジョン・ブライオンと共にレコーディングを開始する。2002年当時ブライオンは、落ち込んでおり、生きがいを求めて、 僕を救うためにアルバムを作ってほしいとアップルに依頼したという。2003年5月には、ブライオンのプロデュースにより一度アルバムが完成するが、アップルは2004年4月より、マイク・エリゾンドとブライアン・ケヒューをプロデューサーに起用して、アルバムを作り直した。2005年1月28日、エクストラオーディナリーマシーンのリリースを要求して、ニューヨークのソニー BMG 本社前に集まった。 不要なアップルのファン2005年に入ると本作がなかなかリリースされないことに号を煮やしたファンが frefiona.com、うん、というウェブサイトを立ち上げてキャンペーンを開始しレーベルを批判1月28日には45人ほどのファンがソニー BMG 本社の前に集まり抗議活動を行ったただしエリゾンドの説明によれば アルバムを作り直したのはレーベルではなく、アップル本人の意向であり、アップル自身も2005年9月に行われたインタビューで、彼らは却下なんて言わなかったし、延期もしていないと語っている。また、2月末には、シアトルのラジオ局ザエンド107.7が、アップルの未発表曲をオンエアし、すでにインターネットで流出していたタイトル曲と、ベターバージョンオブミーだけでなく、ノットアバウトラブ Get him back, used to love といった仮タイトルの新曲も放送された。そして最終的には11曲がインターネット上に流出する。公式リリースされたバージョンにはブライオンがプロデュースした2曲を含む12曲が収録され、そのうちパーティングギフトは事前にリークされなかった完全未発表曲である。エリゾンドによれば 大部分の曲のサウンドはリークされた初期バージョンと根本的に違うとのことである。なお、ピッチフォークメディアの寄稿者、ロブ・ミッチャムは、ブライオンがプロデュースした初期バージョンと公式のバージョンを比較して違いは微妙どころではない、ノット・アバウト・ラブ・ヤオ・セーラーといった曲では、ブライオンは自主映画の傑作におけるサウンド・トラック制作と同様、アップルの曲を豪華に編曲している。 エリゾンドのアプローチはより接中的と評している。アメリカのビルボード200では7位に達して自身初のトップ10入りを果たし2006年1月には RIAA によってゴールドディスクに認定された。第48回グラミー賞では最優秀ポップボーカルアルバム賞にノミネートされるが受賞は果たせなかった。スティーブントーマス・アーリー・ワインは オールミュージックにおいて5点満点中4.5点を付け、真実をより明るく、簡素にしたような響きで、同作のように独特のアレンジが施されているわけではないが、曲自体の芸術っぽさは保たれている。より親しみやすくなったかもしれないが、その姿勢、意思、表現において、なおもアートポップアルバムであり続けていると評している。ローリングストーン氏が選出した2000年代の ベストアルバム100では49位。全曲とも、フィオナ・アップル作。エクストラオーディナリーマシー。エクストラオーディナリーマシーン3時43分。ゲットヒムバック。ゲットヒムバック5時24分。オセーラー。オセーラー5時35分。ベターバージョンオブミー。ベターバージョンオブメ2時59分。ティンプス。ティンプス4時3分。パーティングギフト。パーティングギフト3時34分。ウィンドウ。 ウィンドウ5時31分 OLOL3 時40分 p l e a プリーズ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 3時33分レッド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 分。Not 時 b 分ノットアバウトラブノットアバウトラブ4時19分ワルツワルツ3時46分ペーパーバッグ紙袋ペーパーバッグ3時7分エクストラオーディナリーマシーンエクストラオーディナリーマシーン3時33分ありがとうございます